全く議会議員荻野、えー、実みたいなねメタバース議員系 VTuber みたいな感じね出てますそう悪意は全くないんですよね、うん、私にねで、まあ、この低賃金とかね、あの低所得っていうこととか、ね、あの職人が多いとかねあの、うん、そういうことは 自分はもう前々から言ってるんですね、うん、これもう3 YouTube 始める前もう前から言ってるし YouTube 始めてからもまあ芸人になってほしいっていう声があった,からあったので、まあ、言ってきてるんですよね。でその上で、ね、この「鮮、ね、魚戦,戦う覚悟のほどが知れるな」って何がみたいな、ね、あなたが戦ってんのは私じゃなくて、ね、私もあなたと戦ってるんじゃないんだよ。 分かるの実さん、ね、あなたと戦うとまずあなたのことを、ねまあ、一応五郎さんも書いてくれてたけど現職って書いてあったし、まあ、そ,ういうそうやって資料を提供みんなにね世間に荻、ね、野さんがこうやって作ってくれたのを、まあ、世間に公表してるわけじゃないですか、ね、みんなに知ってもらおうと。あななたの敵は私じゃないよ、ね、この大田区に今住まれてると思うんだけどね この低所得だとか、低地位だとか、ね、低管理,管理職がいないんでしょっていうことと、ね、低、あの、低学歴か。大学を卒業してないと、ね。大学に行かせられないよ、ということを訴えてるわけで、ね、素晴らしい資料じゃないですか、これね。あの、色分けもしていただいて、ね。で、現職なんですよね。ね。で、あなたの敵は私じゃなくて、ね。俺が、 もしこれ作ったとしたら、私にその力はなかったけれど、ね。もし作って、これ今、大田区の4月23日に、ね。選挙ですよ。ね。ほとんどの立候補議員があなたが作ったこのね、あの資料をもとに、ね。現職の小木野実さんというね、大田区の区議会議員の方がこういう資料を作っていただいてて、ね。あの、だって名前書いてあるじゃん。 書、ね、書いいててあるんでしょ自分でも書いてますよ自分もまね,ね言ってますよね自分で。ね私の名前がねあの書いてあると。ねえあのー、さっき言ってましたよねここにね。これあなたの2つ目のアカウントじゃないのだって。ねえ。 まあ他の人からするとこの子氷の竜って書く方とか一番最初の誰か作成した資料か明記するくらいはしなさいと。ね。あの。うん。荻野実りでばっちり書いてある件について何か一言と。ね。これ見ただけで別にその大田区議会議員荻野見るとかね。そんな大切でね。この資料を誰かが使ったらね。まずいんだったら著作権取りなさいよ。ね。 で俺はまあ言わしてもらうけど、ね、こんな風に言われたくないしあなたにね大きの皆さんあなたに言われたくないんだよ俺。